高ですね。ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。ビールお姉さん小川梨沙のビアフライト。皆さんこんばんは。ビールお姉さん小川梨沙です。今日も飲み寄る、今日飲み寄る。今日私はね、もうビール気分が飲むんだって。今日ビールをね飲みたいなと思います。今日はですね、2ヶ月に一度のお楽しみが届いたんですよ。それをね、ベランダで飲もうかなと。そう、今私ベランダにいます。今日さ、飲みたいビールがさ、ちょっとアウトドアなビールってことで、まあ、なかなかね、外でも飲めないので、せめてお家の外、ベランダに出ようじゃないかと。外の空気を感じながら飲もうかなということで、今回のポッピンガレージのビールが届きました。ポッピンガレージっていうのはね、ビール好きなお客様のとても素敵なストーリー、ビールの素敵なエピソードと、それから札幌ビールの醸造技術を掛け合わせた特別なビールなんです。ストーリーブリューイングと呼ばれる製法で作っているんです。お客様のストーリーをそのままビールにするっていうね、なんかすごいロマンがありますよね。札幌ビールの新しいブランドです。で、その定期便をね、2ヶ月に1回のね、定期便を私は楽しみにしてるんですよ。で、今月のビールがこちら。今日も一日お疲れさん。さ、このお疲れさんビールが今月のビールです。登山をする方だったらご存知かもしれない。パッケージにいろんな秘密が隠されていて、まずはね、この山で、その上に見える夕日ね、まだ青い空も残っていると。で、こういう景色を昔山に登った時にすごい感動したと。こういう景色を見て、これって逆さまにしたらビールに見えるんじゃない？確かにと思ったオレンジでさ、このビールの泡で、確かに確かにと思った。こういうのがね、缶にもすごくこだわりがあるんですよ。で、今回もね、絵本がついてました。これね、定期便の楽しみの人さ、毎回ね、絵本が入ってくるんですよ。で、これを読めば、どうやってこのビールが生まれたのかっていうのが分かるっていうね。それ可愛くてね、面白いんです。ストーリーがここに、まさにもう、本当に、考案者のストーリーがここに詰まっています。人生は山だらけ。今日も一日、お疲れさん。こういうね、景色。これを見て、ビール作りたいなって、こういうビールがいいなって、またですって。お疲れさん。コースターね、これコースターです。で、このお疲れさんビールのイベントに以前に参加させてもらって、まあ、商品化する前のね、試験醸造みたいな、その時に登山したんですよ。もう私十何年ぶり、中学生以来とかだったんですけど、そっからハマっちゃって登山で、めちゃめちゃ楽しくて、まあ本当ね、山登り行く時は、登りに行く時は絶対これを持っていきたいな。今日はベランダで楽しみます。次はお弁当とか作ってみようかなと思います。
ちゃめちゃ爽やか。これ中にカボスが入ってるらしく、すごいそのフルーティーな香りだったり味わいが感じられて、すっきりスルスル飲めます。あー美味しい。レスターが、うん、うまっ、最高ですね。ちょっとだけアウトドア気分を味わってます。今さ、ホップを育てていて、目の前にね、あのプランターがいっぱい広がってるんですよ。ですね、あのそれでベランダ半分ぐらい占領されちゃってるんだけど、左がミント、右がサボテン。これ、あ、ホップがね、ちょっと今ストローさしてるんですよね。ちょっと付け替えよう。ちょっと棒をね、ちょっと買ってきたので付け替えます。で、ホップの芽が出てこない。これはどのぐらい大きくなったっていうのをね、ちょっとこれで確認していただければ。すごい可愛いの、ホップが今ね、本当に日に日にホップが毎日伸びてて、30センチぐらいいったんじゃないかな。うん、お弁当とビールって最高に美味しいことに気づいた。何これ、めっちゃ楽しい。これは定期便に毎回入ってくるフラッグシップビールです。あー、こっちの方が結構しっかりとした味わい、コクがあって味が濃いですね。やっぱり、うん、同じ材料を使ってこんな違うんだ。もっと爽やかだったもんな。うん、1杯目お疲れさんで、2杯目このおじさんビールで、3杯目またお疲れさんに戻って、で4杯目でまたおじさんビールでっていう、この繰り返しがなんかいい感じな気がする。うん、で絡ませて。これからどんどんぐんぐん育っていいよ。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価とコメントもお待ちしております。今日はね、皆さんのおすすめのアウトドア教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。